はい、ミスターまゆみさん、日本時間11月8日朝5時26分ですね。早いですね、朝がね。ミスターまゆみさんのところではもう今お休みの時間かと思います。さあ、Facebook を始めて、ね、友達が増えたということですけども、これ非常に重要でですね、 Facebook っていうのはすでにこの人どうかなっていう人のプロフィールが見えて、その人がどういう人と友達なのかなってことが分かるんですよね。しかも基本的に実名であり実プロフィールなんですよね。まあ、ですんですごくつながりやすい、信頼関係が得やすいということなんですよね。リアルとほとんど同じようなネットの付き合いができるのが Facebook ですんで、 Twitter よりもね優先してやっていただきたいかなと思いますし、 Instagram よりも優先できるんではないかなと思います。で、私もね Facebook と YouTube を組み合わせた、マーケティングって言ったらねいやらしい方法になるかもしれませんけども、 Facebook と YouTube を組み合わせて今ここまで来てるわけなんですよね。まあ、どういうふうな手法を取るかというと、一つの方法として Facebook でお友達になってコミュニケーションが、ね、できるようになったり、ダイレクトメッセージがそこそこできるようになってから、ですよ、いきなりはダメですよ。そこそこできるようになってお互いをね認識して、共通の、人の話題で盛り上がったらね、しばらくしてこの YouTube で個別メッセージを送るんですよ。私もやってるでしょ、ミスターまゆみさんにも送ってますし、他の方にも送ってると。時には限定公開で、時には一般公開で一人の人に対してメッセージを送るんですよね。これは昨晩花屋龍馬さんっていうね方も言われてましたけども、私のねやり方っていうのはワントゥーワンっていうんですけども、一人の自分が一人の人に対して YouTube でメッセージを送るという方法なんですよ。基本的に YouTube って多くの視聴者数、多くの再生数を稼ぐためにあの手この手をするんですけども、私の場合は1回再生してもらえばいいんですよ。だからそういうふうなメッセージをたくさん送ってるんですよね。これがですねブログと同じです。ブログの量産と同じで、 1PV でもあればいい、でもそれを1万個作れば1万 PV でしょってことなんですよ。で、一般公開動画っていうのは多くの方がねいっぱい作るんですけども、基本的に1再生が担保されてないんですよ。なぜならオフィシャルね、多くの方に向けて送ってるからなんですよ。そうすると0再生っていうのが更新する恐れがあるんですよ。でも名指しで1人の人に対して送ると、その人は最低でも再生してくれるんですよね。だから1再生が確約されてるようなもんなんですよ。私はこちらの方がいいなと思うんですよね。で、しかもですね、 A さんから B さんにメッセージを送る、例えば私からミスターまゆみさんにメッセージを送ると、あれ久保さんはミスターまゆみさんにどんな話してるんだろうっていうふうに結構ね他の人見るんですよ。で、こういう効果も狙ってるんですよね。そして、あ、自分もワントゥーワンのメッセージ欲しいなと、あ、自分も久保さんから個人的なメッセージ欲しいなと思う、この心理も私は計算してるんですよね。そうするとですね、いろんな方がまたコメントを寄せてくださったり、私にメッセージを送ってくださってくれますよね。そういう人の中で、あ、この人は個別メッセージを一般公開しても大丈夫かなっていうふうな当たりをつけたら、わざとですね、その人の名前を話しながら個別メッセージを送るんですよね。で、サムネイルもきちんと何々さんへとかね、こういうふうに個別メッセージを送って、え、あの人にメッセージを送ってるのはどんなことなんだろうみたいなことをやったりしますね。で、まあバリエーションが増えてきて、一人の人に名指しで送るんだけども、わざと一般公開するからその人の名前は言いませんよっていうことでね、何人かの方に、あ、これは自分に向けたメッセージなんだっていうふうに感じさせる手法も取ってるんですよね。まあ、今回はそれをやってくれってことではないんですけども、私がね Facebook をやりながら YouTube をやってる、この2つを軸にするのは何でかってことの、まあ、ポイントのね1つを今日はお話してみました。まあ、参考にしていただければ幸いです。本当にね Facebook でつながってやり取り始まって、これからよろしくお願いしますねって言っても、本当に、ね、その時だけで終わるんですよ。それでは意味がないんですよ。つながりっていうのを使うってことは自分もつながり続けるってことなんですよ。で、例えばね、私のつながりでまゆみさんが誰かと関わったってことは、私はねつながり続けたってことをやっていた、その果てにまゆみさんがポンコン乗っかってきたんで、まゆみさんがつながりを1回しかやらないとか何回かしかやらないってことになると、離れていってしまって私のつながりがずっと続くって形になってくるんですよね。そういうことなんでね、ちょっとね参考にしていただければと思います。ハロー YouTube、 今日もよろしくお願いします。